河村市長は、南京虐殺は嘘だと言いふらす。何回も。こんな、歴史の勝手な、修正をしてはいけない。今度も、愛知の表現の不自由点に、ケチをつけた。日本人の心を踏みにじっちゃいかんと。税金がこんなものに使われるのはおかしいと。河村の勝手な言動によって展覧会が中止された。市長がしゃしゃり出ないで市民に自由に展覧会を見てもらったらよかった。僕が名古屋市民だったら絶対に河村に反対するぞ。豚うんこを当てるぞー、この野郎。この野郎。